今日なんですけど、今日はじゃじゃん、こちら口紅ちょっと紹介していきたいと思います。あ、すごい、カンガカンゲゲ、なんかモレルっぽいね、秋っぽい色だ。それじゃあ本日の動画はこんな感じです。本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。頭おかしい人間、狂ってるって自分が言われたくないだけだろ。欲しいのは誰かの花丸のふりをして。もしかして苦しいのは気のせいで、本当は会いたいなんて嘘ばっかで、寂しさを埋めるため命かき鳴らしてすり減らして、僕は何になりたいんだろう。模範解答少女。孤独を寂しいと言い切れる人間はきっと幸せなんだろう。自分を愛せなんて言うけど、わからないよ、わからないんだよ。だから君が求めてくれたことが嬉しくて生きてる。きっとホリエモンとかに、クソみたいな人生観だね、なんて鼻で笑われて、僕のこの思いは誰の元にも届かなくて、誰かに求められていないと生きられない。あなたにそんな当たり前のことすら言えなくて、一人で強い考え方を発信できる人にあやかって、あたかも自分の意見をこのように語ってるやつがムカつくよ。僕にだって権利あるよね、好きなことくらい倒せろ。僕が僕とわからなくなるまで、君らも反対と思うか、壊して白紙で出してやる。もしかして苦しいのは全部気のせいで、本当は苦しくなんかもないのかも、命かき鳴らしてすり減らして、僕は何になりたいんだろう。もしかして苦しいのは気のせいで、知りたいなんて嘘ばっかで、ああ結局僕はクソだななんて、その結局この世なんてもうクソだ。僕だけじゃない、みんな誰かのせいにして天才ばっか気にして、戦争関連なんかとっくの昔でぶっ壊れてんのに、それでも格好つけていい人のふりして、僕らは何になりたかったんだろう。いいじゃん、クソなこと胸張って生きようぜ。